ホログは、タジキスタン共和国のゴルノバダフシャン自治州の州都。人口は2万8000人。パミール高原の標高2000メートルに位置する。ガンと川とパンジ川の合流点に開けた町で、北と南には川の作り出した戦場地となっている。パンジ川は、アムダリア川の支流の一つで、タジキスタンとアフガニスタンとの国境となって流れている。19世紀までは、 ブハラハン国やドゥ・ダーニー・アサのアフガニスタンや、帝政ロシアなどの軽装地であった。イギリスとのグレートゲームに勝利したロシアは、パンジ川のアフガニスタン国境以北を支配下に置き、1925年、ソ連のゴルノバダフシャン自治州ができると、その首都となった。今日でも、タジキスタンで最も貧しい地方となっている。ドゥシャンベに続く、パミールハイウェイパンジ川を渡って、 アフガニスタンへの橋がある。パミールハイウェイがパンジ渓谷を出る地点にあたる。パミールハイウェイはゴルノバダフシャンジ地州の主要な道でタジキスタンの首都のドゥシャンベとキルギスを結んでいる。パミールハイウェイは冬から春は通行が非常に困難になる。近年、パミールハイウェイはカラコルムハイウェイとつながり中国やパキスタンへ乗り路が開かれた。ホログへのアクセスとして 2002年に放送された日本の NHK テレビ番組天井の道を行くの取材班は空路でモスクワから首都ドシャンベ、ホログエイクルートを使ったが陸路としてキルギスの王しからパミール街道を通行するという方法も紹介しているイスラム系反政府勢力の活動が活発2008年には2度にわたりホログの警察署が襲撃を受けた しばしば反政府集会も行われている。また、2011年には、ホログの裁判所の判決を不服とした集団が裁判所を襲撃する事件も発生。2011年10月21日現在、日本の外務省は渡航情報を通じて、ホログを含めたゴルノバダフシャン自治州のアフガニスタンとの国境付近について渡航の延期を進めている。北から見た。 ホログ東から見たホログ、トポロジカルインフォメーションアバウトプレイセズ、オンザーアース、topocoding.com。2014年3月9日閲覧。NHK スペシャルホームページ天井の道を行く、パミール街道1000キロを行くウェイバックマシン海外、安全ホームページ、危険、スポット、広域情報タジキスタン2019年1月13日、閲覧。 ありがとうございます。